本当にこのアフタービートさんで僕らも本当にたくさんの出会いを、いただきました、はい、まあ、どっちが縦でどっちが横の糸か知りませんけど知らんけど今流行りやん、流行ってない昔から言ってた大阪人もな、うん、そう ね、うん、ね、本当にたくさんの出会いをいただいたアフタービートさん、本日は、16周年の月間という記念月間ということで第4夜でございます、はい、アフタービートさん16周年おめでとうございます。というわけで乾杯、乾杯するよ。あ、そうね、あのね、どっかの悪い代官乾杯する言うから、さすがやなこの子ら思って、16周年のお祝いの乾杯するのかなと、おのれらの乾杯でしたな。え、16周年一言も言わんかったからな、うん、後で話しようか。さすがやな。というわけでちょっとプッシュプッシュする、こっちの方がいいかな。あかんやんか、ごめんなさい。いくよ。あ、ありがとう。ノーマルやけど乾杯しましょう。じゃあ佐藤ちゃん乾杯飲んでよろしく。あ、任せてください。それでは皆さん、今日はいい日に集まっていただいてありがとうございます。アフタービートありがとうちょっと意識に直して頑張るな。16周年おめでとうございます。おめでとうございます。乾杯。リバーブ最高。すごい遅れた。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、記念月間でございますから、ここにね、あのご神体がございますよ。今日はね、あの物販が多いです。僕らの物販じゃないです。アフタービートさんの物販ですね。はい、これです。T シャツを。はい、あ、歌ってるみたい、マスターが。マスターが歌ってるみたい。今みんなシャッターチャンスよ。撮って撮って。もう、みんな撮るやったら、もう僕ら一曲削りますわ、今。ゆっくり撮ってもらってもいいですよ。そして、あの、カウンターの脇には、おでんがございます。さっきまで僕はずっとマスクしてたんで、意外とわからんかったけど、マスク取ったらものすごいおでん臭やな、僕は。終わり？うんで終わり。ちゃうね、今トランスポーズどこやったの。結構リアリティ溢れたこうハテナに。ごめんね、ごめんね、あのお仕事している最中にごめんなさいね。おでんがですね、ございます。1品100円です。はい、あの今日なくなるまで帰れないというお出汁が出てますんでね。あれですよ、あのおでんって普通のおでんじゃないですよ、うん、あのコロナのこの世の中でコロナ対策のおでんを販売しております。その理論は今言わない方がいいと思う。エビデンスがない。湿気じゃなくて湿度を保つ、湿度を保つためにね、お出汁が残るぐらいでね、皆さん召し上がっていただければと思ってますんで、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。というわけで次の曲いきましょうか。 MC とは何の関係もない曲をやらせていただきます。え、でもね、この前おしゃべんの、あの、そうそうそう、この曲ね、うん、あのタイトルがね、うん、あのちょっとできるかどうかは分かんないんですけど、タイトルが優しさに包まれたならっていうタイトルなんですけど、はいはい、ここに出会ってから本当にたくさんの素敵な人に出会わせていただいて、本当にたくさんの優しさと触れ合わせてもらって、ものすごい人生変わりました。そういうのをなんかみんなが楽しく感じてもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。夢を叶えてくれ。
ありがとうございます。どうしたの？